ヨハン・エレルト・ボーでは、ドイツの天文学者である。ヨハン・ティティウスが発見した、太陽系の惑星の軌道に関する法則を世に、紹介したこと、ウィリアム・ハーシェルの発見した、新惑星にヨーロネスの名前を提案したことで知られる。また、後に、メシー天体に数えられる天体を、数多く発見している。1747年1月19日、ハンブルクで生まれた。 1772年にベルリンアカデミーの天文台の計算家となると、1774年にはヨハン・ハイン・リヒ・ランベルトと共にベルリン天体歴を発行し、1777年にランベルトが他界して、以降は毎年枯れ、一人で1826年に他界するまで発行を続けた。1786年に王立科学アカデミーの会員に選ばれた。 翌1787年には、ベルリン天文台の大長に、就任。1825年に、ヨハン・フランツ・エンケに引き継ぐまでその職にあった。1789年、王立教会フェロー選出。1826年11月23日、ベルリンで76歳で死去。1772年、シャルル・ボネ、自然の思想。 第2版のヨハン・ティティウスによる役中で太陽系の惑星の軌道に関する法則を知り自分の星空の知識入門第2版に脚中として書き加えた。ボーデが発見者はティティウスだと言わなかったこと論文や学会でも発表し広めたこと後に彼が有名になったことによりこの法則はボーデの法則として知られるようになったが現在では ティティウス・ボーデの法則と呼ばれることも多い。天体観測者としては、1774年12月31日に M81 と M82 を発見している。ボーデは、オーグマ座の頭部、耳に位置する D 星のすぐ東側に、二つの小さな星雲状の反転が0.75度ほど離れて位置しているのを発見したと記している。このうち M81 は、 後にボーデの銀河と呼ばれるようになった。その後、1775年2月3日には、球状星団 M53 を、1777年12月31日には、球状星団 M92 を発見している。1779年4月5日の渦巻き銀河 M64 の独立発見は、エドワード・ピゴットに遅れることわずか12日のことであり、2002年4月に、 ピゴットの業績が再発見されるまでは、ボーデが第一発見者とされていた。また少なくとも1782年以前に、三回星団 m 4 8を独立発見している。ウィリアム・ハーシェルが1781年に発見した、新惑星は、発見者のハーシェルによって、ジョージ3世を記念した、ジョージアム・シダスと呼ばれていたが、イギリス以外では広まらなかった。ボーデは、 土星の父にあたる神の名前として、ギリシャ神話の天空の神ヨーロネスと名付けることを提案し、後に広く受け入れられた。アマチュア向けの小さな星図フォルシュティレングデアジェスチョンや、星座とその神話の入門書も出版している。小惑星998は彼にちなんで、ボーデアと命名されている。星図、ウラノグラフィアの1ページ。中央は、アンドロメダザ。 1801年、星図、裏のグラフィアを出版した。この星図は、構成などの天体の位置の科学的正確さと、星座の絵の芸術的解釈の双方を目指した星図だった。この星図は、星座の芸術的表現のピークとなった。それ以降、星図は絵に力を注がなくなり、ついには絵をなくすことになる。裏のグラフィアには100もの星座が描かれており、 彼自身も、測定作座、電気機械座、印刷室座、フリードリヒの栄養座の4つの新しい星座を設けているが、現在は4つのいずれも残っていない。ありがとうございます。